はいどうも、テラコヤスタディ、テラコスタでございます。今回はですね、数一の高一の一学期、期末特攻、カズト式の中のですね、実数概論についてお話していこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。実数っていうのは何なのかってことなんですけども、これ英語の直訳なんですね。リアルナンバーをそのまま日本語に直訳して、実際にある現実の数という意味になっております。で、一応ですね、リアルナンバー以外にですね、イマジナリーナンバーというのがあります。いわゆる虚数というものですね。この虚数もですね、また違うところに出てきますので、とりあえず虚数は置いておきます。今回は、リアルナンバーである実数について、語っていこうと思っております。で、リアルナンバーっていうのは何なのかってお話なんですが、いわゆる一定のルールを持っているナンバーのことをリアルナンバーと言います。1に1を足したら2ですよね。2に1を足したら3ですよねっていうふうに、増えていくルール、減っていくルール、0を基準として基本的に進んでいくルール、こういったものがリアルナンバーというものになります。で、そのリアルナンバーにはですね、2種類ありますよと。有理数というものと無理数というものがあります。でね、これね、日本語がね、難しすぎるっていうかね、英語を、まあ、日本語にしたときに、まあ、対照的な形で訳そうとして、なんかこう、分かりづらいものになっているってことは覚えておいてください。で、この有理数、無理数というものとして、英語では、レーショナルナンバーとかね、イレーショナルナンバーなんて言い方をするんですね。レーショナルっていうのが有理数、イレーショナルっていうのが無理数ってものなんですね。で、イレーションとかレーションって何なのかってことなんですけども、まあ、もっと短い言葉で言えば、レートで表せるか、レートで表せないか。レートってどういう意味なのかってことなんですけども、比率。って意味ですね。何分の1とかっていう形で表現できるかどうか。で、最終的に、まあ、数値で、表現できるかどうかっていうのが有理数です。その整数という数字を使えないものが無理数です。比率として表しづらいっていうのが無理数です。まあ、ちょっと難しいお話にもなるんですけども、リアルナンバー、ルールを持った数字の中で、そのルールを持った数字の中でも、比率、を整数でできるかできないかっていうふうに分かれています。で、ルールを持った有理数、比率で表せるものっていうのはどういうものなのかっていうことなんですけど、まず有理数から見ていってほしいなと思います。二つあるんですけども、いわゆる整数というものですね。まあ、いわゆる、整数と整数でない有理数っていうふうに分かれていくんですけども、まあ、整数っていうのは何なのか、今までやってきたものです。いわゆる1、2、3、4っていうね、自然数と何もないっていう0、そしてマイナスね、後ろに下がっていく数字、マイナスっていう負の整数っていうものを含めて整数って言いますよと。こうリアルナンバー、ルールを持っていて、比率で表せて、かつ整数というもの、自然数0や負の整数というもので表せるものが、一番狭い意味でのリアルナンバーです。皆さんも分かるように、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていうね、分かりやすいもので表すもの。これが有理数の中の整数です。その、単純に表せないけども、比率で表せる、整数ではないけども、比率を表せる有理数というものがありますよと。それが一応2つありまして、有限小数っていうものと循環小数というものになります。まあ、小数というのは 0. 何何何っていうやつですね。要は、
1で表せないものでも、1という、まあ、一つのホールケーキ、イメージしてください。ホールケーキが1個ありますよと。で、1しかないんだけども、それを細かく分断して、3分の1とか2分の1とか、そういった形で、比率で表すことができる。で、きっちり、その終わりを決められる小数というのが有限小数というものになります。で、そのきっちり3分の1、2分の1、0.5 とかね、0.25 っていうふうにですね、きっちり数字で決められる有限小数と、そうでない循環小数っていうのも含めて有理数になりますよと。あれ、比率で表せないのに、有理数なのってお話なんですけども、まあでも循環してるんで、同じ繰り返しをしてるんであれば、ある程度、例えば 0.525252525 っていうんであれば 0.525 っていうものを循環してますよっていうふうに循環してても、概念上固定できるもの、こういったものが循環小数というものになります。まあ、次回の動画でですね、循環小数と分数というものをやっていこうと思うんですが、まあ、それを見ていただければわかるのかなと。ある意味、限界を生じできるというものですね。これが、リアルナンバーの中の有理数の中の分類ということになります。それ以外は無理数ですよ、という形になります。まあ、ルートとかね、π とかね、そういったものは無理数になりますよと。円周率とかね、そういったものです。まあ、こういうようなリアルナンバーの分類がざっくりあるよっていうことは覚えておいていただければなと思います。ということで、まあ、無理数、まあ、整数でない無限小数なんて言い方をするんですけども、まあ、いわゆる整数でもないし、有限性きっちり決められる数字ではないよっていうものが無理数ですよっていうところね、覚えていただければと思います。で、まあ、これを利用した計算がもっと細かいのがあるよっていうお話で、次回は循環小数と分数の計算についてお話していくことになります。はい。ということで、この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。